あ、で、今日はですね違う、やべえハッピー。本日はですね、いろんな YouTuber さんがやっているパクリ企画でございます、はい、完全な、ちょっとごめんなさい完全なパクリ企画でございます。おっと、その名も、人殺してみたこんなもんよ。違うでしょ、 YouTuber こんなもんよ。はい、という冗談を忘れておいてですね、目隠しかくれんぼやっていきたいと思います。おぉー、今日やっぱ好きだわ。好き？なんつった？ミホットさんとかスカイピースさんとかかな。もちろん目隠しで鬼をやるのは小林さんです。あ、ボケですか。鬼が合法的にお前女の子の体に触ることの可能性がある。ルールはもうその通りなんでしょ、うん、小林が目隠しをして探していくんだけど、はいはい、で俺ら隠れる側動いてもいい別に、はい、ただ動くと音が鳴る。あ、それで気配でバレると。バレそうになったら動いてもいい。そう、それ。あ、なるほどなるほど。一定のところで止まっとらないから。そう、触れそうになってこうやってやるの。え、ありあり、はい、それはあり。一緒もそうです。こんなやつの役やると真剣に見えるわ家やばいしステージはこの家、この家です。全部使って、はい、小林には外で待機してもらってて、その間に隠れると。じゃあ、行きます。大丈夫か、それ外出て。じゃあ俺たちはね、隠れていきたいと思います。隠れていくよ。いい、じゃあいいけど、やりたくない、結構やりたいんだけど。なんか、あ、滑るわ、怖っ。これが最初の作戦だったらしい。パルクールやる人しかこの年でやらない。あ、ほんと？そっか、ちょっと、そっか、そっか、そっか。僕はですね、こっちの自分の部屋にこだわってるんですよ。最初思ったのが、はい、ここ、わ、いいじゃん。ダンボールの中に隠れようと思ったんですけど、ちょっと障害がありました。でかすぎる、俺が。確かにね、これで入ったら捨てられたクマみたいになるよ結構でかいよ、でもダンボール下に、うん、でかい。ちょっと四つん這いになって。あ、で、俺かこうやってカチンかかる。いや、スネークかそうそうそう、こうやってやったらさ、いじめられとる、これ今、うん、あ、いい感じ。めっちゃきつい、この体勢。やっぱ絶対見つからないんだもん。とりあえずこれでいきます、俺は。やっべえと思ったら絶対こっちに移動して小林に触られるようにこうやって移動するわ。ここ俺持ったらバレてもいいから、もう俺はもうこのスネーク作戦でいきたいと思います。オッケー。はい、ハルチ決まりました。隠れましょう。うん、何どこ、マッチで、今私一応あの動線を作ったから。カーテンレールの隙間、これだったら逃げ出すときはちょっとここ隙間開けといて、うん、パンここね。ありがとう。じゃあ小林呼んでくるよ、みんな。はい、行ってくるね。怖い怖い。音が聞こえますけど。あれ、こんなこんなのだっけ、家って。こんなダサかった、家に。このには溝の部屋だ。なんでわかった？くせえもん。うわ、閉じ込めた。初めて行きましょうか。ここにハルチとかパンおらんかな。おっぱいもめんの。やめて。おっ、ほら、起きろやガキが。いや、でもここにいるはず、ここにいるはず。なるほど、スピードが、俺の初速が出せない。これですよ、ここに絶対いるから。絶対おると思う、ここ。まず息の音を聞きます。ちょっと30秒くらいここにおっていい？いいよ。息を止めれんかったら絶対ってなるはずなんよ。で、ここでまず息の音を聞きます。チンチン。笑わんな。渾身のボケだった、もしかして。渾身のボケです。あ、これで笑わんならじゃあいないわ。おったら怖いだろうな、今のホラー映画やん、もう。やっぱリビングなんだよ。え、誰だお前は。お、ハルチおるやん。ハルチ、見えてますよ。きつい、この体勢きつい。おい、こっちからなんか息が聞こえたぞ、息が。
てて。いねえ。え、ちょっと待って、マジでわかんない。これボケんくって大丈夫？まんぐり返し。俺の考え方。本当にない、ここ。いや。じゃあもう一回ボケて。まんぐり返し。新古希少に爪楊枝刺し。おい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 、いや絶対俺、絶対俺だから逃げられないようにしないと。俺な重いな、めちゃくちゃ重いな。これカーテンがこきましたね。ん？そりゃなしでしょ。俺に攻撃は、俺ただでさえ怖いからね今。ない。おると思うかお前のこと。俺の分かってんだよ。ちょっと待って、めっちゃ物音するやん周りから。女あれ逃げられた、逃げられた今。これじゃボケで大丈夫？ギャンドゥもうおんのよ、おんのよ。だからこの状態で捕まえれん、絶対。今の誰だ？パンかな、今の。うわ、このキッチン？やだな、臭いもんな、このキッチン。音聞こえるよね。いいよ、しろ。ボケてみや、じゃあ。このキッチンは臭すぎるから絶対おらん。つむつむの音聞こえんな。携帯だけかい？まだ、ね、多分ハルッチを見つけれてないんだよ。ハルッチはずっと同じ場所に隠れてるはず。お前ここにおんだろ。ごめんね。ドラえもんやんお前。いない。ここにいるんですか。あ、風呂場行ってないわ。え？ほんまに？いや、これほんまに？ほんまにやってる？いいんですか？いい、いいんでしょうか？いいんでしょうか？いいんでしょうか？抱きつかん？いいんでしょうか？いい！え、ダッチ！ダッチ！大バカおったやん。何したのこいつは。しかも服着とるやん。ふざけんなよ、裸になっとけよ。今9秒、10秒くさ、このトイレ。あれこれ違うよね。そんなきっしょい。これ10分だ、やばい、無理だ。多分いないな。あ、ダッチ。そんなんでバレる？たまたまやろお前。いや、俺ちょっとおるかなと思って。おった、マジめっちゃダメ元で、うん、って入れてみたら、なんか、でかいのった。でかいのった。よし、来た。ダンボールのとこ爆豪かった。よし、ハレッチ行くぞ。ハレッチ移動したよね。絶対最初の位置から移動したよね。
はるかどこだ、舐めてもらっちゃ困るね。2分ぐらいハルッチ固定にしん、どこにも隠れてないんだ。そう、今から2分ハルッチ動、今から動かず、カイトの部屋では絶対いない。あのキッチンも臭いから絶対隠れん。お前お迎え来たんじゃない？しんちゃんの映画みたいな、うん、あのバカ女が。まあじゃあ溝の部屋だな。溝の部屋だね。ね、溝の部屋だね。やばい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 。ちょっと待って、どこだあいつ。ハルチー。いない、クソ、ダメだ、水野、いや時間マジで回した。ねえ、どうやって出んのこれ。ねえ、おい、マジで、どこにおった。え、ちょ、目開けていいっすか。いいよ。ということです、皆さん、はい、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメント、たくさんお願いします、はい、あと、かしこチャンネル、はるっち、ちゃはらのインスタグラム、TikTok のフォローの方もよろしくお願いします。最後からが重要です。あと皆さんのクリスティカルの暗証番号の方送ってください。あと、Amazon の欲しいものリストも共有させていただきますので、プレゼントどうしどうし送ってくださいね。今日はこういうプレイしよう。